川田裕介は東京都練馬区出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。2021年から広島東洋カープの一軍ヘッドコーチを務める。提供校3年時第57回選抜大会に出場。先頭打者としてチームを牽引し、準優勝に輝く。同級生に小林明則1年後輩にプロでもチームメートとなる。 奈良原博ひがいた。1985年のプロ野球ドラフト会議にて、広島東洋カープから三位指名を受けて入団。1990年、プロ入り5年目で一軍初出場を果たした。1994年、プロ入り9年目にお立ち台に初めて立った。同年5月18日、巨人の牧原博美が、広島戦で完全試合を達成した試合では、9回表の、 先頭打者として、代打で出場し、あわやヒットかというセンターフライに打ち取られている。1995年、俊足強権の外野手として、主に代打や守備要員として出場。シーズン終了後に、野野垣武氏との交換トレードで西武ライオンズへ移籍。東尾治の監督時の1997年と1998年のリーグ連覇では、堅実なプレーで、 スーパーサブと呼ばれ、一軍定着し、優勝に貢献し、1997年の日本シリーズ第2戦ではシリーズを通して、チーム唯一となるホームランを放つなど活躍した。1998年、背番号を0に変更した。2002年、シーズン限りで現役を引退。2003年、西武ライオンズの一軍打撃コーチ補佐に就任した。2004年、 西武ライオンズの2軍外野守備走塁コーチに配置転換された。ベースコーチとして6年間は3塁担当と1塁担当を交互にこなした。2010年、埼玉西武ライオンズの1軍外野守備走塁コーチに配置転換された。2015年、1軍と2軍の監督だった渡辺久信からは信頼され、一軍監督だった井原春樹は優秀なコーチと評価していた。 が10月4日に、袴田秀俊ヘッド兼バッテリーコーチと共に対談することが発表された。2016年、広島東洋カープの一軍外野守備総類コーチに就任した。背番号は74。2015年10月27日に就任会見が行われた。機動力野球復活の立役者と評され、投類数も80から。 リーグトップの118に増えた。2017年、リーグ優勝に連覇に貢献したが、シーズン終了後に、打撃コーチの石井拓郎と共に対談。2018年、東京ヤクルトスワローズの一軍、外野守備総類コーチに就任した。背番号は71。2020年、背番号をセイプコーチ時代の72変更したが、シーズン終了後に対談。 シーズン終了後、広島東洋カープの一軍ヘッドコーチに就任することが発表された。背番号は79。2020年11月19日に就任会見が行われた。カープコーチ時代2016年6月18日、松田スタジアム石橋高明は、提供高校野球部の先輩で、現在も交友関係があり、2011年には、 トンネルズの皆さんのおかげでしたのオークションのコーナーに、自らのサイン入りユニフォームを出品した。また2012年には、夢対決。トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャルの、リアルや q BAA のコーナーに、石橋ジャパンの一員として、出演、活躍もしたが、メガネをかけた風母が、妖怪人間ベムに似ているとして、石橋にいじられ、番組中、 早く人間になりたいと何度も叫ぶ羽目になった。他にも2017年のカープの優勝旅行の際、菊池亮介が、祐介と名前が書かれたヤクルトのユニフォームを着て現れ、川田さん、何しに来たんすかなどと散々いじられたという。2019年6月14日から16日のメットライフドームにおけるセパ交流戦埼玉西武ライオンズとの対戦時、 ヤクルトのコーチとして試合前練習に臨んでいた、際、突如、ただいまスワローズナインにノックしていますのは、川田祐介コーチでございます。スタンドのお客様川田コーチの鋭い打球には十分ご注意ください。それでは、川田コーチの熱血ノックをお楽しみくださいませのアナウンスが流れた。これは、ライオンズ場内アナウンス担当、鈴木あずさによるいじりであり、もともとは、 提供高校の後輩である杉谷健氏に向けて行われていたものを石井拓郎コーチからの提案により川田にも行われることになったためである。ありがとうございます。